限定150食で調理をいたしました。一般の部から5点、子供の部から2点ということで選ばせていただいております。はい、甘酢はい、ありがとうございます。ご投票お願いします。この場で召し上がっていただいて美味しかったものでご投票お願いします。あれ、エビだけ取り出してます。うまいよ。おいしいです。子供の分はお子さんが考えたレシピになってます。お願いいたします。どちらかに入れてください。ありがとうございます。それではただいまより第8回笠間いなり寿司コンテスト投票結果を発表したいと思います。千浦市の岡部陽子さんの作品で菊の花いなり寿司です。会場に岡部陽子さんはいらっしゃるでしょうか。子供の部グランプリ水戸市の原小雪ちゃんの作品でエビマヨいなりがグランプリです。とっても美味しかったです。このお稲荷さんもやってるし、なんか盛りだくさんで楽しいです。昔からあるそばとくるみというのがまず2つあったんですけども、まあ、その他ね、たくさんいろんなものが笠間の食材を使っているとかというのでできるんじゃないかということで、面白いこうレシピをねちょっと募集してということで、まあ、今年で第8回目になるんですけども集めましてということで、開催しております。オッケー。